第1試合、新人王決定トーナメント準決勝、フェザー級2回戦を行います。アウトコント、170cm、59.9kg、大道昇輝。赤コント、レックススポーツ、164cm、59.8kg、赤王聖人。
ここで4選手の紹介を行います。赤コーナー赤尾選手、エクスポーツの124cm59.8kg 大阪市15歳、成績2戦1勝1敗。青コーナー大木翔太、ゼロ戦クラブ所属170cm59.9kg 岡山市12歳、成績2戦1勝1敗。Come on!
果を発表いたします。サブフリー渡辺20対18、赤尾、同じくサブフリー浦20対18、赤尾、エルビスフリー20対18、赤尾、以上3代目を持ちまして、赤尾選手選手の発見です。